お家でできる簡単なトレーニングを紹介したいと思います。ボールはこういう小さいものがあれば大丈夫です。あとこういうマーカーを準備してください。であとは2人でやるのでボールを出してくれる人も準備してください。こういう感じで裸足でできるトレーニングでやっていきたいと思います。はい、いきます。はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、10回やったら交代します。はい、5、1、よし、2、よし、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、ラストだよ、10、はい、OK。それでは次はトラップが入る応用編です。でボールを転がす人はこのマーカーの内側に出してください。はい、それではいきます。はい、トラップをして1、はい、トラップをして2、はい、トラップをして3、はい、トラップをして4、はい、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、ラスト10、はい、5台、はい、よ、よし、1、いいね、はい、大丈夫よ、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、はい、9、ラスト OK、 圧をはい、次はインサイドキックでこの床にボールを落とさないでやる練習を紹介します。よし、どうぞ。次は裸足でやるリフティングにチャレンジしてみたいと思います。まずやってみます。はい、10回ね。お、できた。それではこの間の応用編です。今日はこのマーカーの内側ではなくて外側に出す練習を始めていきます。はい、真ん中からね。よし、はい、内にかわして1、内側にかわして2、はい、3、1、5、6、7、8、はい、5台、もし5、
ですよ。いくよ。ゲッツ。はい、ではこの練習の最後です。ちょっと難易度が上がります。2回タッチしてからパスになります。よし、やってみよう。はい。から1、2、3。はい。こういう形で1、2、3。はい。から1、2、3。はい。ドブして。来た、いいよ、せーの。はい、それでは次はこの前やったサッカーボールを使う練習の応用編です、どの練習もこのマーカーの上とか外側に出してもらえれば大丈夫です。ではやってみます。よし、いくよ。はい、トラップをして1、トラップして2、1で次は胸でトラップをしてからパスを出すっていう練習をやります。よし、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 さあ、よし、6、7、8、それでは次はヘディングの練習です、ヘディングですね、右と左に移動しながらやっていきます。よし、よし、いきます。
今回の長谷学ぶのビエントカリエンテはここまで。ぜひ皆さんもお家で簡単トレーニングやってみてくださいね。それではまた。チャオ。アスタルエゴ。はい。せーの。アスオ。